青方神社は、長崎県南松浦郡新上五島町、青方里に鎮座する神社である。大名討の命、国の男たちの命、ににぎの命、雨のおしほ耳の命、高音命、いざなみ命、国狭ず地命の七柱を主催神として祀る。社殿観光三年に、高来船の信仰があったが、時の領主により外敵降伏を飢餓にし、退け。 同年8月庶民安泰、外交祈願のために、大名討の命を建て祭り者堺を混流したことに、始まる。研究2年、当時の自動職により、社殿を造営。この自動職の次男が後に、青方氏を名乗る。円王元年に、国の男たちの命がい小柱を合詞し、社号を三能宮とした。その後、青方氏や時の後藤半藩,藩主による、 数度の社殿の集築、毎殿の混流を経て、明治4年、青方神社と改装子孫社に列せられ、大正2年には、新千平白良とも新神社に指定。昭和6年に豪社に列せられる。平成17年、鎮座千年記念奉祝大祭を行う。山の神社三能宮春祭り、祇園祭り、11月に3日の霊祭には、 神五島かぐらが奉納される。神五島かぐらは、国の選択無形民族文化財に選択された、五島かぐらに含まれ、長崎県無形民族文化財に単独で指定された。新鮮を調理し神に共存する祭りで、地区の七人の宮相代によって、元旦と秋の霊祭の年に二度行われる。大晦日の午後九時前後になると、 壮大二人が備え物を煮炊きする水を取りに山に入る。この時、壮大らは他人にあってはならないという禁忌があり、手拭いをかぶりかを隠して行動する。その間、残りの壮大らは炭を起こし、米を研ぐ準備をし、副食用の新鮮調理の準備を行う。お水取りから持ち帰った清水で米が研がれ、神聖な別家で炊飯が行われる。 調理用道具は、毎年新調され、味付けは醤油味のみ。総大らは、年が明けるのを見計らって、七柱の神にそれぞれ七つの三型を用意し、漆器の案に白飯と煮物を盛り付ける。年が明けると総大らは一人一膳を奉仕し、新職の先導で、本殿外人まで直接剣じる。宮寺ののりとが済み、玉串を捧げた後、 午前を、社務所へて死終了となる。境内社,社、稲荷神社、八坂神社文化4年6月に、八坂神社、同十年12月に、多賀神社、天保2年9月に、稲荷神社を肝心した。その他の青片里の神社に、おつぐい神社、潮見神社、琴平神社、浅川山の神神社がある。また、隣接する、船崎里に、山の神社、 愛子号に、姫神社、生号に、正彦神社、浦桑ク号に、祖父君神社がある。ありがとうございます。